はい、どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回もイケケンのガジェット雑談やっていきます。はい、また少しずつ露出を増やしていくのでね、またよろしくお願いします。はい、今回は、今画面にあの、僕の、えー、ガジェット大好きイケケケンチャンネル映ってますけど、ちょっと直撮り形式でね、撮りますね。はい、今回は、 えー、僕ですね、えー、前回、えー、グーシムセラーのね OCN モバイルワンの、えー、シムを解約しましたと、えー、ということをちょっと動画に出しましたまあ理由はねいろいろあるんだけどもまあ新しい風を入れたかったりちょっと僕最近ねあの、まあ、一番の原因っていうか要因なんですけどもちょっと僕ガジェット大好き経験チャンネルってガジェット 好きなんだけど、えー、最近ちょっとね、えー、YouTube で特にですけどあのミニマリストさんの動画をよく見るんですよ。でそのミニマリストさんの動画見て何、えー、ていうかねも、まあ、物を持たない暮らしっていうかね究極のミニマルみたいなそういうことに感化されるってわけじゃないんですけども、まあ、必要最低限の暮らしというよりも その要は、えー、まあ例えば何かものを持つとするじゃないですか例えばスマホとかねでそのスマホを僕みたいにガジェット大好きだからね複数台持つっていう感覚じゃなくてまあそのもの自体は1台で集約するとでそれは何でかっていうとその,あのナンバーワンナンバーツーナンバースリーってねどうしても複数台持ってるとやっぱり 一番のお気に入りとそれ以外とかって分か,分かれるじゃないですかそうじゃなくてミニマリストさんの考えはその一つしか持たないんだけどそれって一番とかね強い思い切りがあるとかあの持ってて気持ちが上がるとかね、まあ、とにかく自分の一番大好きなものをあの自分の身の回りにこう集めるっていうねそういうふうなことを、ね、発信されている方が多いのでその考えいいなと思って。 じゃあ僕ちょっとそれ取り入れようと。じゃあどうすればいいかなということで、あそういや、じゃあ僕身の回りにある <laughs>、あのー、スマホとかね、タブレットたくさんあるんで、まあ、以前ライブとかでもね、あのー、これはちょっと断滑しようと、えー、言ってたんですけど、なかなか実行に移せなくて、まあ、徐々にね、移してるんだけども、えー、そういう観点から、今回はちょっとスマホの、ね、断捨離、断滑をね、したいと思います。 1> はい、で1回に全部バーンってやればいいんだけどそこで僕が考えたのは、まあ、その一つ一つの機種ね今まであの動画出してきたんで、まあ、思い入れもあるしで、まあ、今後例えばメルカリとかで手放す予定なんですがまあ、自分の中でその動画どういうのを出してきたかなとかいうのを振り返りながらねああそういうのがあったあとはこれをもし、まあ、この動画見てる方が購入されるかそれともね全然関係ない方が購入されるかわかんないですけど 一応、まあ現状でどれぐらい使えるかっていうことをね実用に耐えられるか、あとその中古のスマホになるから経年劣化どれぐらいかってことを、まあ、僕、客観的にねあの動画に残しますんでまあ、思い出の残しっていうのもあるしもし購入される方の参考にっていうのもあるしねまあ、そういうような感じで動画残していきますんでこのシリーズは、まあ、僕、スマホで言うと十何台。 あって、タブレットも十何台あるから、まあ、それをだいぶね、あの数減らそうと思ってますので、まあ、そういう関連の動画は少なくともね、まあ、15本とか20本とか出すと思いますのでね、いっぺんに全部出さないと思いますけど、まああのー、今後そういうシリーズやっていきますので、よかったら、えーね、新製品開封レビューね、皆さんすごく興味あると思うけど、まあ、昔の機種とかね、そんなのには全然興味ないよと思いますが、 まあ僕はあえてそういうふうなものを動画に出しますのでまあたくさんの人に見られる動画というよりもこういう考え方もあるんだなとかね、えー、そういうところでもし価値観が合う方いらしたら、まあ、あの動画を見ていただくなり、えー、落札するなりねなんかしていただければと思いますはいやっていきますが今回はね一発目ねどの機種にしようかなと思ったんだけど えー、一発目だからなおかつまあ一発目でもないんだけどこう自分の中ですごく思い入れのある機種をいこうかなと思いますそれははいドン、えー、今撮ってるのが4月の25日のね午後11時過ぎですけど、えー、この機種何か分かりますかあの表だけ見たらねそんなわかんないと思うんだけど、まあ、裏見て、えー、こんな感じですちょっと カバーかかってるから一回一回、一回外しますね。よいしょ。カバー外して、カバーかけてるからね、カバー自体はあんま、こう、綺麗じゃないっていうか、経年劣化してますけど、この製品自体はね、すごくそのまま綺麗です。あ、僕映った。あと指紋もね、ありますけど、こんな感じで僕撮ってますが、はい。ファーウェイ。うん。ファーウェイって書いてありますね。そして、ここに、 AI カメラって書いてありますが、こちらが上位の検索結果ですはい。あ、勝手になんか <laughs> 検索された音声,音声でね、はい。はい。ということで、今回は、えー、ノバライト3をちょっとそういう話でやっていきたいと思います。ここまででもうすでに5分経っちゃったからね、ちょっと長めの動画になると思いますけれども、よかったらお付き合いください。はい。で、先ほどまで僕紹介したように、 えーまあ、ガジェット大好き、ゲゲンチャンネル。一応ね、うんまあ、何年か僕動画出してきました。で、いろいろな動画出したんだけど、最初の頃ね、ガジェットじゃない動画を出してたんですよね、えー。で、そこからあの、ある時から、あ、そうだった、その時に全然チャンネル登録者ね、増えなくてね、えー、そういうふうな時がありました。結構長い間ありました。そこで、まあ、いろいろこう、僕動画出してね、まあ、 あの例えばモバイル Wi-Fi ル,ルーターの動画を出してあの動画のチャンネル登録者伸びたりもしたんですけどそれもあるけどそれ以上にすごく伸びた時期があってそれが、えー、このスマホを購入しようと思った時にものすごく伸び,伸びましたで実際はこれは前回の動画でグーチムセラーさんの、ね、動画ね解約しましたっていう動画を出したんだけどその時に買ったんじゃなくて グーシムセラーあ、ノバライト3がすごく気になって、ノバライト3が気になるという動画を出したりとか、で、その買うときにどうしようかと、グーシムセラーさんでも売ってたんだけどね、安く売ってたんですけど、その当時は、えー、今の楽天モバイルじゃなくて、楽天モバイルスーパーフォーダイっていうのを使いたくてね、楽天モバイルが MVNO だった頃の、えー、その、えー、格安シムと同時に、えー、買いました。 えー、ということで楽天モバイルで購入したやつなんですよね。はい。で、もちろん楽天モバイルスーパーフォーダイの動画出したし、楽天モバイルスーパーフォーダイで運用してて、すごく、ね、使い勝手良かったですが、楽天モバイルなんで、僕、この動画あ、動画に出したか出してないかわかんないけど、えー、っと、よいしょ。ここに楽天リンクのアプリがあったり、マイ楽天モバイルの あのアプリがありますけども、えっ、ー、と、これ今 SIM は入ってない状態なんだけど、もちろん楽天モバイルの SIM 入れたらちゃんと使えます。うん。えー、動作確認済みです。えー、で、えっ、ー、と、あとね、そうだな、さっきちょっとアンツツベンチマーク測ってみたんですが、一瞬出たけどね、15万点、15万2000点、まあでも、これはバージョン2.8.2.4だから、 最新の機種ではないんですけど、まあ15万2000点ぐらいです。えー、という感じですね。まあそれがいいか悪いかというと、最近のミドルスペックのスマホよりは数値は低いんですけど、まあ、普通に使えるレベルの、えー、性能はあります。あとは、例えば僕ちょっと、さっき入れたんだけど、この動画編集アプリね、いつも僕パワーディレクターってやつ使ってたんですけど、最近これ全然使わなくて、 このブロっていうね動画編集アプリ使うんですよ。で、これさっきね、動画編集のアプリ使ってみたら、えっとちゃんと使えました。この性能でも動画編集はできます。あとは、そうだね、このど、この僕は今これメインで使ってないからゲームとか全く入れてないけど、まあゲームもある程度できますよ。あの 3D ゲームのゴリゴリなゲームは無理ですけど、普通にね、 えー、スマホゲームで、ね、パズドラとかなんかそういうようなもの使えるし、まあこれ今あのアプリ入ってないですけど、まあ、LINE も使えますしね、えー、消したので、ね、なくなりましたけど、LINE も使えるし、まあ、Twitter、Facebook、そういう SNS も使えます。Amazon Music とかね、Amazon p r i m e Video もちゃんと見れます。で、これファーウェイの製品なん,なんで、HMS っていうのかな、ファーウェイモバイルサービスかな、はあの入ってるんだけど、 もちろん Google プレストはあのー、Google プレストア使えますんで、ファーベ製品だけど、ちゃんとプレストア使えるから、これは問題ないかなというふうに思いますと。うん。えー、そんなとこですかね。で、ま、これで、例えばじゃあ、YouTube 開こうかな。YouTube 開きましょうか。YouTube を、ちょっと今、ちょっと確認しますね。あ、えー、大丈夫だな。うん。 あの YouTube ひろ開きました。えっと、そしたら、はい。こういうふうな感じで、YouTube、うーこう縦画面で普通に見ますけど、しっかりとこうやって僕の登録チャンネルの方がこうやって見れますけど、こういうふうにしてね、えー、普通に、まあうん、そこ多少引っかかりあるかなって感じだけど、うん、ちゃんと普通に見れます。はい。ちゃんと Wi-Fi のね、速度さええー、しっかりしてればね。 こうやってちゃんと見れますし、動画もちゃんと見れますよ。今ちょっと見ないけど、見れます。で、あとは、よいしょ、そうだな、まあこれ、2年半ぐらいかな、3年ぐらいかな、あの使ったと思うんだけど、バッテリーの持ちがどうかなとかってありますけど、えっ、ー、と、バッテリーはね、確かに下手ってはいるんだけど、なぜか、例えば今これ45%の、ね、残量なんだけど、 普通にパフォーマンスモードっていうんか、普通のこの待ち受けですねこの。このスマホ自体をパフォーマンス保ったまま待ち受けしたとしても、まだ残り22時間あ持つとかね、待ち受けでね。えー、ウルトラ省電力モードにすると72時間持つとか、まあ、とりあえずね、あのそういうふうに省電力モードを使えばすごく持つし、まあ、別に悪くないですね。 もちろん新品の時よりは、あの充電の、のバッテリーの容量は減ってると思いますけど、あのだからって言って、バッテリーの減りがめっちゃ早いとかっていうのは感じない、まあ、実用に耐えられる、ねえー、レベルだと思います。でえー、とストレージは 32GB なので、ちょっと容量は少ないですけど、その分だけね、まあまあ、SD カードを使えますんでね、マイクロ SD ね、えー、そういうところで容量アップもできます。でこうやって見て、わかると思いますけど、 画面ね、別に汚くないっていうか、普通に綺麗なんですよね。えー、一昔前のスマホだから、ちょっとね、見劣りするとかっていうほどでもないですよ。普通に使えますんでね。画面の軌道、今ちょっと,っと、どんだけなってる画面の軌道は、3分の1強ぐらいか。じゃあちょっと、半分まで、半分まで上げたら、ちょっとこんな感じでもう少しさっきよりもね。 さっきよりももう少しすっきりします。最大輝度まで上げましょうか。最大まで上げると、えー、こんな感じで、今度バックがちょっとね,ね、少し暗くなるような感じ、露出。一番薄,一一番薄くすると、こうやって、あちょっとわからなくなるから、まあ、とりあえず半分にしてみますけど、まあ、こうやってしっかりと、あのバックのマックがね、あの明るい白なんだけど、それにこう沈むことなく、普通に見えます。はい。 えー、そんな感じですね。このもの自体は普通に使えますよ。えー、今でも十分使えるので、僕はこれはあのー、これ中古っていうかね、えー、例えば、まあ、メルカリとかねヤフオクとかに出品してもあのちゃんとした価値があると思うので、まあ、こういうふうな動画の企画で、とりあえず一発目で出してみました。はい、で僕ね、この動画、これの関連の買った時の動画の主な動画でですね、 まあこの「ガジェット大好きイケメンチャンネル」のまあ動画の中のねえっとよく見られてる動画あってえっとここの中で3番目にあのここにね、楽天モバイルスーパーフォーダイ低速モードでの実際の使い方ってどうだっていうちょうどさっき言ったように楽天モバイルスーパーフォーダイの使い勝手の動画があってそれがまあこれなんですけどよいしょこれなんですが。 はい、今回も、うんえー、前回の続き楽天モバイルで契約して買った9980円,、ね、円で買ったみたいですね。でノバライト3。でノバライト3。動画の続きやっていきたいと思います。 はい、あの概要欄にリンク貼っておきますんで、まあ、関連の動画で、ね、よかったら見てみてください。はい、あの僕のガジェット関連っていうここにガジェット関連ってあるからそこから、ね、あの見れると思いますので、ねうん、これも、ね、10万回ぐらい見られてたんだねあ,のありがとうございますですね。 2019年2月12日だからまあ2年ちょっとた経ったって感じですかね。今2021年だしね。はいえー、でこんな感じ。一回ストップ。で、えー、とそんな感じですよ、はい。で、あとはさっきも言ったようにもちろんなんですけど。 よし楽天モバイルの、あのー、対応機種でもありますので、楽天モバイルの、加熱ス,スシムじゃないや、楽天モバイルのシムセットしても、もちろん普通に使えますと、えー。全然 OK です。はい。で、あとは僕、さっき調べたんですけど、えー、っとね、ノバライト3の中古価格ちょっと調べてみたら、今見たら、たいまあ、イオシスで1万8800円とかね。 えー、ジャンパラで1万1000円とか、そうだね、1万1000円前後ぐらいかなぁと、中古のね、備品の端末で、うん、中古端末でそんな感じですよ、うん、イオシス、ジャンパラ、うん、そうですね、大体そんな感じですね、うん。で あのノバライト3プラスって言ってね、ストレージがね、容量 128GB のものだったら、1万3800円で中古品とかあるけど、まあ僕のはあの普通のやつなんで、3 2ギガのやつですね。大体いい相場的に言うとそれぐらいなので、うん、うん、そうですね。うん。多分もうちょっと安いやつとかもあるかもしれないけど、まあ大体おおむね1万とか1万1000円ぐらいで、えー、売ってる感じなので、まあ僕もとりあえずそこら辺ぐらいの値段から。 あの付けておきますのでまあ,あそうだねそういうイオシスさんとかで買った方があの間違いないよとあの保証保証じゃないけどねえー、店舗さんで買った方がまああの多分信頼はあると思いますが一応最初それぐらいの値段でしときますけどまあもし売れなかったらもうちょっと安くしますけどまあどっか1万円前後ぐらいで、えー、2年前の。 スマホですけど、まあ普通に使えますんで、うんあの、もしよかったら、えー、購入してみてください。うん、で、まあ、YouTube 見てる人じゃなくてもね、えー、いずれ僕がもし落札した人にそういうふうな動画出しておきましたんで、よかったら見てくださいっていうふうな方が、ね、そういうふうにね、話して、そういう人にもしお伝えするとしたら、えー、とこのスマホ、例えばあの今、ジャンパラとか、 えっとね、イオシスとかでも売ってますけどどういう人に購入してほしいかというと、まあ、中古で、まあ、バッテリーは多少下手ってるけど、まあ、普通に使えるってことなんだけどゴリゴリのゲームする人はちょっと向かないですねでも普通のゲームする分にはちゃんと使えるし格安 SIM セッティングしたりとか楽天モバイルの SIM セッティングするそれはもう全然使えます 5G はもちろん使えませんだけど電話とか 4G だったら全然普通にできますので、えー、そういうのを運用される方あと例えば子どもの携帯とかね子ども用の携帯もしくは子ども用の、まあ、携帯でゲームするからあのお父さんお母さんが子どもに渡すんじゃなくてね子どもは子ども専用の携帯だけどあんまりそんな、ね、お高いスマホはいらないだろうととりあえず何か作れ使えればいいんじゃないかなっていう方に。 新品ではないですけど、まあ、これぐらいの端末ありますよというところで、えー、ちょっと僕お伝えしたいかなと思います。そういう方にね、えー、おすすめかなと。でまあ、1万円ぐらいかな、やっぱり大体ね、1万6000円ぐらい出すと、Xiaomi Redmi9T とかね、えー、そういう,う、そうだね、えー、OPPO じゃなくて、TCL10 ライトとか、 コスパ高いやつ1万56000円ぐらいであの新品のスマホを購入できますんでそこら辺の値段とか跳ね合いするとまあ中古端末でまあ状態がもし良くても、まあ、1万とか1万ちょっとぐらいが相場かなと思いますのでまあそこら辺で価値を感じられる方ね、えー、よかったらこれまた見てください、はい、そんなとこかな、はい、あとはそうだね今更ノバライト3のその性能がどうとかっていうのは まああの特別ないんですが、まあ、最後に、まあ総括じゃないけど、これ使ってきて、えーまあ、僕は過不足なく使えたし、画面も汚いって感じたこと一回もないしね、あの全然今,今でもこうやって普通に使えますしね。えー、ということなんで、えー、これはそうだな、うんあ、僕使い方良かったのかもしれないけど、そうだね、画面のこのフィルムは、 あこれほらら見たわかかるかなこれ僕多分ねアンチグレアのフィルム貼ってんのかなそれともこれもともとのフィルムだったか忘れたけどこうやってあのライトをこう思いっきりテカって反射するんじゃなくてちょっとくすんだようにするのでこれすごく見やすいですよ外でも視認性悪くないと思いますあとさっき出したけどこれあのノバライト3のその最初のこの試供品みたいにしてクリア ケースついてたのそのまま使ってましたんでさすがに2年ぐらい経つとこの最初の透明な感じっていうよりも少しこう何ていうかやっぱり経年劣化っていうかね少し黄ばむじゃないけどちょっとやっぱあのくすんだような色になってるんでそこら辺はありますけどそれつけてたおかげで背面とかも普通に綺麗なんでこれ指紋ついてるけどねこれ拭き取れば綺麗になりますんで、えー、なんで、まあ、全然うん。 綺麗になると思いますんで、えっ、ー、とこれ普通に使えます。はい、あとはそうだな。よしょ。僕、なんというかね。あのー、この画面の反対側ね。裏側とかお部屋で <laughs> 部屋汚いんだけどね。物捨てられないしね。物整理整頓できない人なんですが、逆にそのそれが災いをね。功を奏してないけど、あのー？ はい、ファーウェイノバライト3のケースですけどこういうのとか捨てないで普通に持ってるしあのちょっと見てみますけどよいしょさっき僕見てみたんだけどこういう入ってたあのこ,のこのペラペラとかあと、まあ、このシムピン挿してあるやつとか、まあ、説明書入ってたりとかあとは <laughs> 充電器がこれ未使用だよねこれ未使用ですあの全然使ってない。 あと、そうだね、イヤホン、イヤホンはちょっと使ったんだけど、ちょっと使ったけど、でも全然使ってない。うん、ちょっと使っただけ。だから、外に持ち出したりとかしてないし。うん。で、あと、そうだね、USB ケーブルも一回も使ってないとか、こんな感じでね、あの、内容物も普通にありますので、 えー、そうですね。うん、なんで状態はこれ、備品っていうや備品のような気するので、箱付きだしね。うん、あのこういうのも含めて、えーまあ、価値あると思いますんでね。まあ、これ1万ぐらいでどうでしょうかということでね。えー、こんな感じで、うん、じゃ今回の動画はこれで以上にしますね。はい、こんな感じで、えー、今回はあの僕の断捨離企画っていうかね。 えー、僕のスマホとかのガジェットをちょっと一回整理するでその後どうするかはちょっとまたその時考えますけど、まあ、その一環で、うん、このノバライト3を、えー、手放しますので出品しますのでよかったらいかがですかというね、えー、動画にしました、はいえー、この動画参考になりましたらよかったらチャンネル登録と高 <laughs> 評価よろしくお願いします またあのこんな感じで、えー、投稿していきますのでね、他の動画、関連動画もね、よかったらまた見てください。はい、えっ、ー、と、出品はこの後あと、どうしようかな、<laughs> このままの勢いであの、この動画内ではやらないけど、これ、動画切ったら、えー、とこのままあのメリカリにあのスマホでポチポチっとやってね、ちょっと出品してみますのでね。 あのすぐ売れるかもしれないけど、まあ、とりあえずこうやって出しておきますんでね、はい、よかったらまた見てみてくださいはいということで受験でしたではまた